ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る桜花ビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンパースです。結構ね、いろいろとこう情報が多くて、ビーファースト情報ですけども、サムネイルにもしたと思いますが、まあ一番こうね、私たちとしても嬉しいのはテレビ出演情報になりますが、それ以外にもいろいろとあります。メディアね、ビバラロック、ロッキンのなどのメディアって書いてますが、まあ雑誌関連が非常にね豊富で、まあやはり B1 アルバムが出ますので、こうなってくるといろんな各メディアにたくさん出ていく感じになるだろうなっていう気がいたしますね。で、1周年の時に、プレデビュー1周年の時にラジオに先に出たっていうのも、スカイハイが、あと BE:FIRST が、BMST がラジオを大事にしているっていうところの話もあるんだなっていうふうに考えますけれども、まあそういうことですね。はい。で、まあ21日ね、サマーソニック、あと20日と21日という形で、まあサマーソニックありまして、私は21日にね、東京、千葉の方に行く予定ですけど、ちょっと天気がね、少し変わってきたようでして、よく天気の情報を見ながら、持ち物とかも変えながら行ってくる予定です。まあそれと同時に感染症対策をちゃんとするっていうことですね。まあ今日は仕事なので、ラジオ配信で失礼しますが、まあ、非常にたくさん情報があったので、こんな感じにしなきゃいけなかったなと思いました。はい。で、まずね、テレビ出演情報、バズリズム02です。はい。8月27日土曜日ね、深夜7時34分からのやつですけど、まあバカリズムさんが MC を行っておりますが、トークと歌ゲストが BE:FIRST、 はい、トークと歌ゲスト BE:FIRST でございます。はい、トークもします、歌も歌います。で、歌ゲストに関しても他の方もたくさんいらっしゃいますし、そういう形でございますね。はい、こちら楽しみです。まあ8月27日ですので、まあそうですね、これはだから、まあそろそろね、 B1 アルバムが出るっていう段階での話だから、明らかにそのアルバムの話になるでしょうということですね。はい。そしてちょうど多分ね、サムネイルの右側にあると思うんですがね、鹿野さん、ビバラロックのね主催者ですがね、この人すごく地位の高い人といいますか、偉い人なんだけど何やってんでしょうね、面白いなと思いますが、今月の無事かな1枚、 BE:FIRST とは2度目の取材ですが、もはや時間や世代を超えて近況相談を公開するような語りを掲載しています。事後と合わせて相当なボリュームによるアルバム B1 に紐づいたインタビュー&フォト大特集、アルバム一度はみんなに聞いてほしい、そして感想を聞きたいっていうね、事後と合わせてっていうことが、これが非常にすごいことでありますが、要するに2号連続企画っていう形ですね。ムジカ9月号に関してはね、もう話が始まってますが、BE:FIRST のファーストアルバム B1 と7人の現在地を紐解く2号連続企画前編、今号は、今回の9月号はマナト&ジュノン、ソータ&リョウキのタッグインタビュー2本立てっていう形です。で、おそらくは次の号で残りのメンバーのインタビューという形、タッグインタビューっていうことになるようで、で、あとはスカイハイもね、こちらムジカ9月号の方には、まあ、出ていますということで、はい、いやーすごいことになっておりますね。はい、雑誌の方でもあるしね、それから電子書籍の方でもあるはずですけれども、まあ、とにかく楽しみでございます。はい、まあ、これがね、ビバラロックの主催者鹿野さんの方のね、ムジカでの情報で、これ非常に嬉しいですよね。この近況報告をし合うような話をしてるっていうのも、すごくありがたい話ではありまして、鹿野さんね、本当にすごくビバラロックにまずね、BE:FIRST を出演させてくれたこともありがたかったし、ね、なんかすごいことになってきているなと改めて思いますが、ある意味ビバラロック出演がその後の BE:FIRST の、ね、さらなる快進撃の第一歩だったような気がいたしまして、本当に感謝に次ぐ感謝しかないなというところがありますよね。はい、で続きましてスプリングの方ですが、ソータ君の写真が載っておりますけれども、こちらですね、まあ、こちらも、リンクをそうだな、じゃあ宝島社の方のリンクを貼っておきますが、特別付録、おかえりなさい、またまたスプリングが表紙屋の大特集 BE:FIRST、世界一濃密な1年を過ごした BE:FIRST 誕生からの奇跡、ずっとが見たい、左右に飛び出すワイドビジュアル付き総力特集、
15ページ超えっていうことでね、はい、すごいですね。世界一濃密な1年を過ごしたって書いてあるけど、まさにそうかもしれない。確かに。はい、そして衝撃のグループ誕生からあっという間にスターダムを駆け上がる BE:FIRST がスプリングにカムバック、お帰りなさい。熱狂に包まれた濃密な1年間の軌跡、さらに瞬く間に進化する BE:FIRST の今だけのきらめきをギュッと閉じ込めた渾身のビジュアルページをお届けします。いいですね、スプリングさん、文章にとてもこう愛がこもっている感じがいたしまして、すごいですね。うん、ポイント1、ポイント2、ポイント3っていう風にね、たくさん書いてある。渾身ビジュアル15ページ超え、ね、デビューから1年たらでスターターの駆け上がる7人、変わり続けるからこそ尊い今の BE:FIRST を、最旬のビジュアルでご堪能ください。ポイント2、止められない愛と感謝とリスペクトを込めてお届け。いいですね。この、書いてる方、非常に BMSG のことを好きなんだろうなって思います。世界一濃密な1年間のインタビュー、 BE:FIRST が読んだこの1年の奇跡、集大成ともいえるアルバム B1 の制作秘話を濃密にお届けします。ポイント3、動く BE:FIRST は何億回だってみたい、話題沸騰の YouTube を再び、この人ベスティーなんじゃないかな素顔満載、無料でいいのとベスティーを明かしたスプリングのオリジナル YouTube 動画が返ってきた。チャンネル登録をしてお待ちください。スプリングの方で BE:FIRST の YouTube が流れるっていうことですね。で、あとこちらに関しては、ページとかはないんですが、サンデー毎日という週刊誌がありますが、こちらに良樹くんがね、宮間良樹さんっていう形で、はい、出ておりますが、表紙で良樹くんですよ。はい。サンデー毎日表紙は9月9日公開の映画ハイ&ローザワーストクロスに出演する宮間良樹さん。 BE:FIRST の一員としても大活躍ですが、今作では印象的な役を熱演。撮影期間中は役に入り込みすぎて、グループの現場でグラビアプラスインタビュー計7ページにサインポラルプレゼントを持ってよね。うん、撮影期間中ね、役に入り込みすぎた話は BE:FIRST TV でもね語っておりましたが、まあもしかしたら結構その辺のことも詳しく聞けるのかもしれませんね。アイラとロッキンオン編集部のカットという雑誌もありますが、そちらの方の話もあります。アイラに関してね、まあ蜷川美花さんが表紙を取りましたが、まあ非常にこれかっこいいですね。さすがだなと思います。バラじゃないな、花か、花もたくさんあっていいですね。はい、でこちらですけどもね、8月22日発売のもうすぐですね、アイラ8月25日増大号の表紙に BE:FIRST の7人が登場。結成から1年を経た彼らがグループとしての信念やこれから目指すところをたっぷりと語るっていうことと、で非常に BE:FIRST のね、みんなからいろんな言葉が出てて、 BE:FIRST は結成から1年怒涛の日々を過ごしてきて、僕らじゃないとできないことが確実にあると感じたという。自分たちのグループについて毎回 100% を尽くすグループでレオ君が言っています。でシンクロしても個性がにじみ出る、これはソウタ君が言っています。素晴らしい環境で成長できているジュノン君ですね。でメンバー同士の関係性については絶対に必要な存在が龍平君で、強みも武器も理解し合えているがマナト君と語り、この7人だから今があると九十九に言う。そして自分たちに起きた変化としては、BE:FIRST になったからこそ自分を解放できたって良樹くんが言って、誰かに対しての負けず嫌いが自分への負けず嫌いに変わったっていうのは俊斗くんが分析してます。なんか7人それぞれのいろんな話が聞けそうで、非常にこれはすごいですね。なんかアイラちょっと主義主張の関係で買わない予定でしたが、このインタビューだけ読めばいいんだからちょっと買いたくなってきたな。はい、そんな感じをあります。あとね、インタビューもそうだけど、蜷川美花さんの写真、撮り下ろしの写真っていうのが彼らの新たな魅力と色気を引き出した。蜷川の世界観と7人がコラボしたスペシャルな写真の数々に注目だっていうね、すごいなこれ。うん、売り切れてるかな、うん、まあとにかくちょっともう買う予定じゃねえかっていうね。主義主張はまあ別にまあいいでしょう。 BE:FIRST のこれに関してはね関係ないですからね。で9月20日発売のカット10月号ですが、こちらの方 BE:FIRST が表紙に決定っていう形。カットは、ロッキンオン系列の雑誌という形で、まあロッキンに出ましたがね、そこの雑誌の系列っていうことと、あとそういえばロッキンに関するインタビューに関してもまたあったみたいで、またそれもあるみたいなんですが、また別個でね、ロッキンの方も非常にやはり注目はされていたっていうことは間違いがないですね。はい、っていう感じで、でまあ最旬で最強の7人の、もう最旬とか最強とかね、濃密な1年とかベタ褒めをしてくれて非常にありがたい。でもこれがいわゆる間違いではないなというふうに思うので、それもすごいことだなって思いますけどね。はい、
9月20日発売のカット10月号の表紙が D ファーストに決定しました。約1年前のプレデビューまでの道のりはもちろんのこと、昨年11月のデビュー以降も精力的に楽曲のリリースやライブを重ねてきた B ファーストの7人、8月31日にその結晶とも言うべきファーストアルバム B1 が発売されるのを機に、カットでは初めての表紙関東特集を刊行します。はい、そうですね、表紙関東特集を刊行っていうのはインフンデレみたい表紙関東特集刊行っつってな。はい、すいません。それぞれに強力な個性を持ちながらも、それをぶつけ合うのではなく尊重し手を取り合うことで最強のグループになる。非常に現代的でドラマチックなチーム感を持った7人はいかにして B1 にたどり着き、次なる未来へ歩んでいくのか、大ボリュームの特集でその歩みとこれからに迫ります。なるほど、確かにぶつけ合わずに尊重して手を取り合って最強のグループが、これが非常に今っぽくてドラマチックだということを言ってますが、確かにこの7人の軌跡っていうのがそれだけで一つの作品になってるなっていう風な感じがするし、ザ・ファーストから終わらない大河ドラマっていう形でスカイハイが言ってましたが、それが実際実現できてる感じもしますね。で、他のメンバーたちに関しても、ザ・ファーストを参加したメンバーたちに関しても、それぞれのドラマを紡いでいるところですからね、っていう感じでございまして、いやまあすごくね、素晴らしいことだなと思いますね。いやそんな感じでね、いろいろと紹介してまいりましたが、実際のところね、ラジオの話もあるし、雑誌のところもあるし、全部紹介しきれてはないんですけども、まあとにかくね、いろんなものがあります。皆さんもぜひいろいろな媒体でチェックをして、まあ、YouTube とかも時々まとめてる人が私以外にもいますので、いろんな人のチェックしていただいて、いろんな情報をね、また仕入れていただければと思います。はい、まあ、テレビ出演っていう部分もね、すごくね嬉しいし、その上でたくさんの雑誌で特集されていて、雑誌編集部も気合が入っているなっていう感じがあって、非常に嬉しいです。はい、というわけでね、仕事前なのでラジオ配信で失礼いたしました。まあ、21日のね、千葉東京あたりの天気も心配ではありますが、しっかりと準備をしていきたいと思います。それから今から仕事に行ってまいります。はい、ではよかったらチャンネル登録をお願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。果てしない空